まずは背番号0のジェローム・ジョーダン、すべてここまでスタートです。そして同じくここまですべてスタートで、まずはオフェンスということになります。重富周期がいきなりジャンパー、幸先よく重富周期が決めていきます。ともに昨日とは打って変わって最初のシュートが得点になるという展開です。重富周期バスケットカウント、いやー重富周期が早くも躍動。水野にファールです。浮き球のパスは重富周期カットした、そこから白戸、そしてこれはビバリーだ、あーっとただ決まらないがジョーダンがいた、ダンク、あーっとビバリーへのパスはどちらに出る、福岡だ、残しています。重富周期のスリーポイントシュート、重富周期、長谷川スティール、そしてそのままおーレモンだ、ブロックショットレモン、これは大きなプレー。重富周期、白戸、ジョーダン、これはラッキー、ビバリー、ビバリー、ここでジャンプショットを決めていった、ビバリー、エリック・マフィー残しに行ったんですが、さあこれがレモンから、あっとよく伸ばした橋本、ただジョーダン、ジョーダン、しかもバスケットカウントです。ジョーダンでバスケットカウント、レモン、レモンのジャンパー、バスケットカウント、ファールももらいました、レモンです。カンバラにファールですね。ジョーダン、ここは小気味よくターンをしながら得点を決めています。そして奪った福島がいい流れだ、長谷川リバウンドも抑える、長谷川ビバリー叩き落とします。そしてジョーダン、いやーチームの連動性もそうですが、個人もここはレモン、久々にレモンに来ました、得点です。ジョーダン、ちょっと出しどころを探して、白戸のスリー、レモンスティールだ、レモン、このスティールからのダンクはレモンです。長谷川が高い位置からディフェンスに行きますが、レモンのスリー、あーバスケットカウント、いやレモン蘇ってきたか、この辺り、レモンがまたスリー、いや明らかにレモンが、本田、あ逆になんとか残したか、白戸、重富周期から白戸のスリー、レモンリバウンド、いや第4クォーターは福岡が立て続けに得点です。レモンが侵入してそのままジョーダンリバウンド、抑えます、ジョーダンです。15点差です。さあ福島は橋本、そしてここはアレックス・マフィーだ、おおジョーダン、ジョーダンのフェダウェー来ました、ジョーダンです。ジョーダンワンハンドタック、さあ14点差、重富周期、本田のスリー、
レモン、そして本田だ。本田のクイックスリー、さあ本田もスリータッチ、